私いつももう今度は世界の金メダルを取ることだけに集中してます。だから特にまた私が50歳から選手にカムバックした時に私の食べ物がすごいと思います。例えばブラウンライス、それから納豆、そして味噌汁、それだけの食事でずっと体を作ってきて、私が死ぬまで100歳まで、理想は100歳まで行きたいと思うけども、100歳までその食事で他のものは食べておりません。そして85まで、もしこれが可能であると、それ私の夢ですけどね、もし85まで私が世界大会にコンピートして、そしてそれを実現させたら、きっとボディービル出身のアーノルド・シュワルツネッガーがきっと私に会いに来る。